パズル究極攻略 TV をご覧の皆さん、こんにちは、マックスです。こんにちは、コウスケです。はい、マキオノですね。9月の今週月曜日から来てます。2日からですかね。2日から来てます、マキオノ。新しいプラスのダンジョンですね。結構難しいかな。まあまあ難しい、ダンジョンになってる。高速周回するには難しいダンジョンになってると思うんですけども、一応自分が組んでる編成はこんな編成になってます。ベロはここで。ベロも何でもいいんですけども、その編成でやってます。ちょっとね、動画で出すのが遅くなってしまった理由がね、完全に僕月曜日ちょっと熱出しちゃいまして、はい。で、火曜日は火曜日で、私ちょっといろいろ仕事があって、で、ちょっと、はい、水曜日の撮影になって、申し訳ないんですけども、私ちょっと初日からこんな感じです。アシストはですね、ここ、ベロワに、あれです、坂道くんだ。はい。お邪魔対策は、この編成だと100にしときたい。僕のこの構築だと。で、アシストに、これがね、はい。あいつの武器。誰だっけ、こいつ。これ、ココの武器かな。ココか。これもココの武器なんですよね。はい、これですね。あ、ほんとだ。すげえ、ココ2体贅沢。ちょっとこれ、自分のやつは使わないんですけど、今回。で、いや、キリミちゃんの挑戦もこれ必須ですね。だからね、今回ね、キリミがみんな欲しいのかな、多分。てかね、ノアゲーなんですよ。これもノアって名前ついてるじゃないですか。ついてる。ノアキリミちゃんなんですよ。ついてる、うん。このスキルがね、クソみたいに優秀で、ロック解除プラス下2段、バーンってくれるやつで。で、ここ、僕はね、進化前の1体しか作ってないんですけれども、進化前2体の構築の方が、花火3回打てる。花火2回か、実質。花火は2回なんだけど、まあ、花火3回打つんですけど、っていう構築があって、そっちの方が多分いいと思います。ただ、まあ、自分は、ちょっとこんな感じになってます。で、天狗にアシストで不動明王。これが、1列プラスコンボ加算。なので、お市ですね。お市のフロアをしっかり。処理するようにっていうような形です。で、ここマシンのは。で、これスキブ武器ついてますけど、スキブこれね、欲しい。なんでもいいです、スキブ武器は。これ。はい。じゃあ、実際にやってみましょう。はい、お願いします。じゃあ、アメン武器でも大丈夫です。はい。では、フレンドさんなんですけども、体力キラーですね。はい。体力キラーをしっかり積んだ。で、昇格性はスキブプラス。いきましょう。これがまあ、必須です。てかね、あとは、今だと、なんだ、坂道くんの周回編成もあったりして、多分村井さんが組むならそっちになるのかなと思うんですけど。アップ枕割ってたのも坂道くんだったね。はい。あ、そうですか。うん。坂道くんでも結構いいと思います。やっぱあいつは自分で列強を持ってたり、いろいろ優秀な部分が多いんで。で、2フロアなんですけど、ここで花火突破する、本来だ、マシンのは進化前2枚持ってる方だったら、ここも、花火突破で大丈夫です。ただ自分はないんで、ここで、12ゲシ。いいなぁ、12ゲシ。12ゲシを、まぁ、しなくてもいいんですけど、一応しといた方が次ずらすだけで OK っていう形ですね。まぁ、ウイチが出てきたら、8コンボで吸収していきます。で、ノア、プラス、コンボ加算2の、ポンと、することによって、これだけでもう9コンボずらすだけ。枝豆コンボがあるので。ベラのリーダースキルと。なんで、枝豆がなかったら、こうしてやればいいだけなんで、はい。これも10コンボになっちゃいますけど、話しますね。はい。こんな感じ。いやー、すごいな、枝豆。枝豆すごいな。で、ここっすね。こいつが、まあ、久しぶりに見るよね。デビルラッシュとかだったらおなじみだったけど、グラビスさん。こいつがですね、向こうがすごい。で、なんですかね、こいつも防御力5000万ぐらいだったかな、あるんですよ。で、両端にガン、バーンってしてくるじゃないですか。操作負荷雲ってしてくるんで、ちょっと今回の僕の編成だと、ちょっと装備アシストがね、間に合わなかった。入れさす余裕がなかったんですけど、悪魔将軍の武器とかです、ね、あったらベストですね。させる編成だと僕はちょっとさせませんでした。はい、強い。ちょっとねストレスがここだけちょっとあるんですよね、この編成。あとはもうないんですけど、でここあいつの方が出てきますけど、
もう一体ね、ゴエティアがいるんですけど、そいつが2億5000万 HP があって、で、75% 軽減同様張ってくるんですよ。なので、HP 実10億。10、やばい。で、こいつもこいつで、1億、2億弱あって、もうとにかく悪魔キラーが必要なんだ。で、もうダメージ操作も完全にキリミちゃんにもう任しちゃってる。キリミちゃん、キリミちゃんすごいな。まあ、多分その、ノアってのじゃない、ベロはここでやってる方はほぼ同じような動きだと思うんですけどね、アシストとかね、その辺がちょこちょこ違うのかなぐらいの感じだと思います。はい、無視やりましょうか。はい、キリミちゃん。はい、それでは、はい、無視やっていきましょう。ですね、今回ただね、この魔境なんですけど、2周すれば大体2球団集まるというような平均で落ちるんですけど、ただいい時と悪い時が結構激しいですよ。いい時200中盤とか230とか240とか落ちるケース、230ぐらいなの。僕は今のところまだ240は出会っ、ちゃんと見てないからなんですけど、あんま出会ってないんですけど、あの、ひどい100230があるんで、100個ぐらい違うんですよ。なんで、で、それが99それなんで、まあ、ちょっとそんなストレスあるんだったら、マルチで超プラスやった方がよくねっていうような意見もあるぐらいなので、まあ、今週本当にやることがなかったら、まったり、あの、やってればいいのかななんて、僕は思います、ここのダンジョンは。まあ、無理せんでええと。あ、やっぱその、組める組めない問題があるんで、やっぱ編成難易度ね。で、一周あたりのプラス換算値も、そんな、まあ、それは美味しいんですけど、それはもちろんね。夜空よりは、夜空を超えてるけど。ああ、これ。ずらすだけ。はーい、なんだ。うわー、どう、やばいっすか、ずらすだけで死なって、でも12コンボ。10コンボ、どんな時代だよ。やばいっすね。やばすぎだろ。気持ちいいですよね。ただ、ここね、グラビスのとこだけね、ちゃんとね、あ、水ここにあったらって覚えとかないといけないのが、ほんとストレス。ずらすだけじゃダメ。はい。ゴエティア出てこないかな。あ、来た来た来た、10億。あ、10億、10億万。10億万。まあ、雑魚なんですか。雑魚ではないよね、硬いから。はい、まあ、これずらすだけですね。ちょっと、キリミちゃんゲー。キリミちゃんゲーってのも分かるけど、水着ベロはもうすごー。ちょっと、どうすか。どうすかってか、もう手に入んないですけど。もう手に入んない、終わってる。はい、個人的に夏休み最強格だったんですよ、今。使ってる頻度で言ったら水着ベロはすごー、水着ベロ、はい、ということで取っときゃよかったなって気持ちにすげえなっちゃってる。恐ろしいよ。はい、というような感じでこんな編成だったんですけれども、はい、まあ他にもね、あの代用とか結構ありますし、まああくまでもまだ初実装の時の編パーティーなので、まだまだ至らない点がかなり多いです、正直言って。で、もっとね、いい編成も出てくると今後思います。てかね、まあ、水着ベロは私のやつ、これも、なんすかね、なんか、クソ、なんか、だって、遊ぶ用の編成、超つらいになっちゃってるし、潜在復調超学生、超学生、ダマメじゃなくて、あの、ドロップだし。はい。超学生で、だから、あの、もっと僕、ここを楽にするんだったら、あんま、選ばれじゃなくて、雲耐性つければ、そうだね、そうだね。この編成、もっとより完璧になるんですけど、それ変えるのめんどくさいなって思っちゃうんで。これ、やばいじゃないですか、この超学生の。プラスが足りない、プラスが。5分1。5分1やばいんで、きついきついきつい。はい。そこまでしなくていいかなっていうところで、まあ、ベロは2、3体持ってたらね、自分ここ雲にしてましたけど、1体しかいないんで、自分、これでやってます。まあ、あの、回る人はそんなに多くないんじゃないかなと。回る人っていうか回れる人っていうのはそんなに多くないと思うし、実際そのプラスって毎日超プラスをやってれば、あの、足りるって、まあ、プラスが足りるっていうことはないんですけど、もちろんね。ただそこまで、なんだろう、前回ね、あの、何でしたっけ、西方の、あの、あれ、七夕か。あれは結構編成難易度低くても回れる、うん、ダンジョンだったと思うんですけど、今回はね、ちょっと追撃があったりとか、いろいろ問題がね、大変ね、あの、考えることがね、結構ね、うん、多かったんですよ。ポイントはね、やっぱりね、キラーはそんなになんですよね。まあ基本的に道中、まあ、ラストのボスの悪魔と
あとはもうグラビスの向こう貫通だけ考えればいいんですけど、火力に関して言ったらね、まあちょっと属性強化の数とかもまあ地味に関係したりするんですけど、まあ、そんな無理くりはないんですが、結構ねロックもバーンあったり、テープ操作負荷もあったりで、2フロアのデモニアスのロックプラスお邪魔もあったりっていうところで、耐性多いね、多いね、耐性を無視するかどうするかっていうところなんですよね。だから無視するんだったらロック解除花火みたいな、こういうその進化前のノアが輝くんですよ、こっちが。でこっちをただ複数枚2枚入れようってすると、あの火力が怪しくなるんですよね。こっちのノアは50倍か強化で刺さるんですよ、生きるんですよね、覚醒の方は、はい。ここは一応対まあ回復キラーにしてますけど、まあ何でもいいです、ここつけなくても一応全然問題ないかなと思いますけど、はい、もう私はここ適当な調整です、はい。まあいろんな編成がある中だと思うんですけれども、まあ今後ね、注力すべきダンジョンかって言われたら怪しいので、うん、回れたら回ろっかぐらいのイメージでいいのかなと。自分はまあプラスをそうですね、まあ土日ちょっと、まあ、10万は持ったな、さすがに、まあ、2、3万ぐらい集めて、10万は持ったね、10万はちょっと思います土日で10万はちょっと時間が作れる、4倍ぐらい持ったね、はい。まあ、でも期間中10万ぐらいは集めようかなと思ってるんで、まあだから500周ぐらいですかね、500、600回してそんなもんで今回は終わろうかなと思ってます。まあ、以前はだってあれですよ、夜空の時とかって僕全然もっとやってました。なんで言ったら超覚醒が実装されたりとかで、はいはいはい、もう大量にもう全員見つけようって、はい、1週間で10万とか、やばー。だからそれの時は先週ですよ、先週ぐらいやってた時もあったんですけど、ちょっと今回は半分ぐらいで、やばえぐみ、そうですね、超覚醒でね、切り切りじゃなくてえぐみ、いや、超覚醒飛ぶんでね、本当に飛ぶね、飛ぶ、1時間超プラスの7000が1体の超覚醒の超を1個つけるために飛んだなんてたまにありますからね、たまに日常茶飯事じゃない、そんな、はい、厳選しようと思ったら、ただ5分1が引けないとかね、4分1、実質4分1なんですけど、あれ4分1が引けなくて7000飛んだなんて結構過去に両手で数えれるぐらいはあるんで、片手では数えれないな、あれは、はい、すごい。はい、ということで、まあ、プラスのね、はい、まあ、プラスも、玉ドラとかも、スーパーノルもそうなんですけど、あった方がいいものなんで、結局、まあ、必須のものではない、というような考えのもとね、まあ、パズドラを楽にするためのアイテムですので、うん、はい。まあ、組めなくて、なんだこのクソバー。組めねえよ。多分みんな思ってるんですよ。だってさ、究極公約組めるからさ、組めない。終わったよって、俺なりのじゃあ、アンサーこれ、っつったら、なんかクソバがって。逆に、ダンジョンドロップキャラの方がハードルが高いまであるんじゃない、視聴者層で。いや、だってこの編成あれっすよ、サブ3枚ガチャゲンじゃないっすか。そうそうそう、その、ダンジョンドロップキャラの方がハードル高いとかないのかな、わかんない。どっちがハードル高いの、先日のガンコラ割ってれば、P たくさん余ってるはずなんですよ、みんな。あ、余ってる。みんな余ってる。パッと作れるんですよ。よっすよ、私も PC ロボ取ったから、だからほら僕もアメンでいいんですよって考えると、これパーティーパッド映ってる計10いるうちのノアノア天狗アメンで 40% がガチャゲンじゃん、非ガチャゲン、うん、どうすかクソだって言われるとどうすかどうすかないわって言われるすくねはいはい、じゃあそんな感じで最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。概要欄に我々がやってるタブチャンネルいろいろリンクありますので、ぜひとも、タブチャンネルも見てください。さよなら。